回はお家でビーフストロガノフを作りたいと思います。あ、いい香りしてきましたね。すごい、ね、やべ、ニンニク入れるの忘れた。おいしい。さあ始まりました、カックチャンネル、イエーイ。はい、今日はですね、カゴチャンネル、カゴボンレシピということでお料理を作っていきたいと思いますが、今日は何を作るかというと、12月にね、ロシアに行く予定だったんですけど、まあいろいろなことがあって、辞退することになってしまって、本場のビーフストロガノフが食べれなくなったので、今回はお家でビーフストロガノフを作りたいと思います。それでは、お料理スタート。材料はですね、こちらです。牛肉、ここにちょっとちっちゃいんですけど、にんにく1かけで、玉ねぎ1個で、しめじです。で、これしめじはマッシュルームにしてもいいし、自分が好きなキノコでもいいと思うんですけど、今回はマッシュルームじゃなくてしめじを使いたいと思います。はい、ではですね、材料はこれだけで、あとは調味料などでやっていきたいと思います。はい、手洗って、はい、牛肉、はい、牛肉ね、牛肉はありますね。このまま使っちゃうと食べる時に結構大きかったりするとこもあるので、切っていきます。ちょんちょんちょんっていう感じで切っていって、で牛肉できれば冷蔵庫から置いて、まあ30分ぐらい常温に戻してからお料理する方がいいです。なんでかって言ったら、まあみんな知ってる人も多いと思うんですけど、冷たいところからね、いきなりね、フライパンに、あ、いないね冷たいところからいきなりフライパンに入れるとお肉がギュって硬くなってしまうんで、常温でお願いします。はい、それではニンニクですね、ニンニク一かけをスライスしていきます。ニンニクね、めっちゃ使うんですよ、我が家は。薄く。スライスした。玉ねぎ一個ね、ここでね、こういうのあるから、ここに野菜のポイって入れて、玉ねぎくっついてる時あるよね、皮が。もうね、あっという間にできちゃうから、これ本当に何切りっていうの、輪切り、本当カレーとか、カレーとか、ね、さっき、何言ってんだ、普通、普段はこうやって切るんだけど、ビーフストロガノフの時はこっちに切ります。なんでか分かんないです玉ねぎの感じも楽しみたいので、あんまり薄く私は切らないです。で、スプーンで食べるので、これだとこの長さで食べれないじゃん、だからここの半分もう一回切っちゃう。そう考えてんのよ、意外とお勉強はできないけどね、こうやってしたらほらね、スプーンに入ってくるからっていうので、これで OK ですね。そしたらフライパンで、じゃあ火をつけます。オリーブオイル、オリーブオイルを入れます。だいぶ今入ったね、今結構入ってます、結構ドボドボって入ったね、こんな入れなくていいです。でも私はオリーブオイル大好きなので結構ドボドボ使っちゃいます。さっきの玉ねぎね、入れるじゃん、玉ねぎ入れて炒めますね。しんなりするまで炒めていくよ。スプーンの中にはみ出たのをさ、絶対こぼすのだからなるべく
子供の口に入る大きさ、カレーもそう。うわ、あんまり大きくついてない。牛肉あるじゃない。この牛肉を小麦粉で大体大さじ1、2ぐらい、これぐらい、これぐらいですね。でちょっとこうやってなじませておこう。ちょっとなじませておきます。はい、あ、いい香りしてきましたね。すごいね。非常にね。これで塩コショウします。ちょっとね、シャッシャッシャッ、あー、いい感じじゃないでしょうか。ここにさっきの牛肉を入れます。いらっしゃいませ。もう美味しそうね。なんだろう、牛肉と玉ねぎの組み合わせって本当に素敵よね。私ビーガンとかじゃないからさ、お肉大好きだから、野菜も大好きだけど。で、その間に洗います。ね、これをこうしているうちに牛肉にも火が入ってきて、いい感じになってくるんで、ほら、こういう感じで、あっち行ってこっち行ってして、あっち行ってこっち行って忙しいね。で、この間さ、テレビ番組でさ、私さ、なんかママタレをさ、批判したみたいな感じになっちゃったんだけど、批判したわけじゃないんだよ。かなりびっくりしましたけど、衝撃的発言やった。はい、でもね、本音じゃない。そうですね。こうやって大変なところを見せないっていうのもがかっこいいなって思っちゃうよね。朝からお弁当作ってさ、朝ごはん作ってさ、お洗濯してさ、お掃除してさ、またお料理作ってんので、これ終わったらさ、また子供のさ、今日運動会あるからさ、あ、運動会、なんか今コロナであれだけど、ちょっとなんかミニ運動会みたいなのあるから、それ見に行ってさ、歯医者連れてってさ、またご飯作るんだよ。やってんだよ。やってね。で、いい感じにほら、ね、なってきて、さっきの。やべ、ニンニク入れるの忘れた。ほら、喋ってるから、玉ねぎの時ニンニク入れてください。大丈夫だよ、今日はもうイスちゃんと私しか食べないから、これ。ごめん、まね、忘れてた。玉ねぎの時にニンニクね。喋りながら普通料理しないですもんね。喋りながら料理したらさ、変な、この間ハンバーグして、あの娘と喋ってたらさ、ハンバーグの肉さ、焼いてたよ、あの、こねないで。フライパンに入れて、ママとか言って、やばい、だから喋んないでって言ったじゃん。で、また入れます。出ませますね。ほら、すごい匂いしてますでしょう。はい、足疲れた。この後さ、うちに AKB さんもさ、いらっしゃるみたいで、食べさせないでおこうよ。結構毎回料理の時絶対これさ、お昼だからさ、ランチ狙ってきてない？絶対そうだよね。結構毎回 AKB さん楽しみにしてますけど、ね、浜さんの結構楽しみにしてくれてますよね。こないだなんか牛丼の時なんてもう、いや、でも本当にご飯丼食べてましたから、本当に美味しいんですよ。本当ですか、ありがとうございます。じゃあ、赤ワインですね。はい、赤ワインを今 60cc 入れました。で、アルコール飛ばします。アルコール飛んできたよ。ケチャップとウスターソース大さじ2ずつ。すごいね。はい、入れます。本格的になってくるけど、さっきのニンニクがまだまだなんか存在を放っている。ちょっと弱火にして、今何分ぐらい
アルコール飛ばした？2、3分ぐらいですかね。これぐらいでいいです。で、ナツメグ。どれぐらい？でもカボ流なんで。カボ流なんで。シャシャ。あのね、私ね、赤パプリカは本当にお料理でよく使う。何に？ポテトサラダにもかけるし、あのオムライス？オムライスのご飯？チキンライス。チキンライスの時も赤パプリカ絶対入れます。よし、感じだよ。馴染んだら、ここで初めてお水です。なんかお水ですって言ってしめじ切ったんですけど、すいません、自分でも思いましたね、あるよね、あるある。よし、ここで初めてお水です。お水はね、200かな。ギャーって入れて火を強くしてでませて、もうできるよ。早くない？よし。で、あのしめじもね、ここであのしめじも、しめじちゃん、いっぱい入れちゃうね。全部入れちゃうね今日は。これなんだ。今日全部入れる。今日全部入れるよ。ロシアで食べるビーフストロガノフは美味しいんでしょうね。食べたかったな。で、行けたのよ、行けたの。またちょっと感染者増えてきたりしてるんで。そうだよね、終わらないね、まだ。もう今日だ。ほら、いい感じになってきて、ちょっと弱火にして。はい、というわけで今回ロシアには行けなかったんですけど、なんかね、コメントとか読んでたら、ロシア行ってほしかったとか、かごちゃんセカンドブレイクのなんちゃらとか書いてくれてて、あーめっちゃ嬉しい、行けばよかったっていう名残惜しさが今日ビーフストロガノフにつながっているんですけど、来年、まあ2022年の目標は、今SNS、ネットで配信しているものが YouTube、Instagram、Twitter、アメブロほぼやってない。なので22年は TikTok もやってみたいなとは思っています。あとは、まあ、コロナが続いていますが、何かの形でね、こうやってカゴチャンネルのイベントができたらいいなって思ってます。カゴチャンネル のバンドでなんかミニライブしたり、一緒にみんなでカゴチャンネルで写真撮ったり、なんかそういうなんかこう触れ合える時間が持てたらいいなと思うので、まあ、そのためにもカゴチャンネルを一生懸命ですね、皆様にお届けしていきたいなとは思っています。あと個人的に語学を勉強したくて、この間そのロシア語をね勉強してたら、なんか楽しくなっちゃって。だってさ、挨拶でもできたらなんかこう繋がれるわけじゃん。だから、まあ、日本語がやばいんですけど、日本語は置いといて他の他国語をちょっと勉強して、なんかその他国語で YouTube 配信とかもできたら面白いかなと思っています。まあ、そんなこんな話してるうちに、はい、ビーフストロガノフがだいぶ煮込まれたので、20分ね、弱火で20分、ちょっと見てみたいと思います。はい、20分煮込んでみました。おー、いい感じ、いい感じじゃないですか。そうですね。これね、普通にね、市販でもカレーのように溶かすだけで作れるのもあるんですけど、こうやってね、一から作るっていうのもすごく美味しいので、ぜひやってみてもらいたい。でクリスマスとかお誕生日とか、子供もきっと好きな味だと思う。でこうやってできたら、最後ちょっともう一回味を整えるという意味で塩コショウします。で決め手ですよ、これ。サワ
ークリームです。うちの母さんビーフストロガノフよく作ってくれたんだけど、ちっちゃい時このクリーム、ん？何？サワークリーム？クリームサワーじゃない苦手で、あんま好きじゃなかったんだけど、これぐらい入れとけば、ほい、酸味が出てます。カゴ流なんだよ、あんま入れすぎない。スプーン一杯ですかね。スプーン一杯、うん、ちっちゃいスプーン、ちっちゃいちっちゃいスプーン一杯な感じですね。あららららら、ら大変美味しそう。めちゃめちゃ美味しそうっす。ちょっと私一回も味見してないんで味見していいですか。うん、いいんじゃない。おいしい、柔らかい牛肉、これやばいと思う。これもうちょいサワークリーム入れてもよかったかも。圧倒的に美味しくなる。入れるとハンバーグのデミグラスソースを作る時もなんか味噌入れるとコクが出る。やっぱそういう隠し味ってやっぱすごいね。そういう人になりたい。はい、というわけで出来上がりました。お皿を選びたいと思います。じゃ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 ん。これはベンハーゲン、お友達 の出産祝いのお返しでこんな素敵なのいただいちゃって、もう結構毎日使ってるんですけど、今日こちらを使いたいと思います。はい、それでは石ちゃんに食べてもらいたいと思います。どうですか。いや、美味しそうです。盛り付け、せーの、いただきます。ありがとうございます。美味しいですよね。グレープお願いします、いっちゃん。いや、毎回こんな簡単に作れるんだなっていう。いや、牛丼も何でもチンジャオロースもめっちゃ早かったじゃないですか。はい、でもさ、気づいたの、牛肉料理が多かったから。あー、言われてみればそうかもしれない。そうなんですよ、今日作って思って。私サラダ作るの大好きで、おアイボンサラダをちょっとやってみたい。なんか前さ、そういえばさ、一番最初の方さ、なんか難しい感じでこれ作ってくださいっていうあれなくなったね確かにあれなんでなくなったかって言ったら、 AKB さんが意外とカゴ作れちゃったっていうので。そうですね、多分なくなったね。なんで次回はあれとかいいんじゃない、ひな祭りとか子供用のお弁当とか。あ、いいじゃないですか。お坊さんいつも毎日作ってるんで。はい、というわけで今日カゴチャンネルでは、ロシアに行けなかったので本場のビーフストロガノフが食べれなかったんですが、今日カゴアイがカゴ流のビーフストロガノフを作って食べてみました。きっと多分本場のビーフストロガノフはもっと違う味だったと思うんですけど、今度ロシア料理を食べに行きたいと思います。もしよかったら、チャンネル登録もよろしくお願いします。以上、かっこチャンネルでした。